条劇団女子が選ぶ良い男ランキング。結婚したい、したくない。まずは、生身審議会のメンバー全員と政治代表の貴様、セバーだと思います。結婚したい役者ランキングは1位、片岡の名所大賞、朝日政治会長、3位、沢村慎太郎の場所です。結婚したくない人この中で、この人とはちょっと結婚できません、したくないですっていう人を考えてもらいたい。これはちょっと3位からいきたいですね。はい、だから自分の中で担当してもらう人もいいっていう人も言わないでください。3位からいきたいです。はい、最後の人。じゃあ、分かんないですか。一番得意な人なんで、最後の人。じゃあ、ちょっと当たり障りないとか、ゆうこちゃんから行きましょうね。結婚したくない人の3位は、沢村慎太郎座長です。理由は、煙がいいからです。はい、3代目です。3代目は何条男子。理由は、掃除とかの時間が長いです。そうですね、椿ちゃんはかなり大雑把な人ですね。細かい人になります。はい、1万円の上です。理由は唇が無理です。唇が無理です。
あみんなにまだ言ってなかったけど、ちょっと恥ずかしいです。何されたんですか？ここではない。すいません、うちの弟が、すいません。南條女子が選ぶ良い男ランキング。理由は？臭いけど。南條女子。理由は？口うるさい。南條女子です。ジョリジョリしてるから。南條女子。理由は？背中の毛がやばいです。大丈夫先生が上ってことですかね。南條女子副社長です。いや、してますよ。してますよ。自分の旦那さん以外でお願いします。旦那はダメだ。過去を踊りたくない、未来を見たいんで副社長を別れたいぐらいなんですけど。南條女子副社長です。みんなで運動を踊ってる時に手を覚えてないときは一番後ろまで下がるのに、手を分かってる自信あるやつは舞台中まで出てきて目立とうとする方が必ず勝ちます。南條女子さんです。顔がでかいし、つばくって飛ばすし、それから太ってるし、毛深い。I am a child の不安の方すいません。南條女子くんです。超えてるのがダメ、毛深い、汗かき、ニンニクの匂いが強い、毎日のように臭いですか。乳首がピンクいのもちょっと。ちょっと待って。ということで、もう話して分かりましたね。はい。結婚したくない、一心会の役者ナンバーワンはダントツで南條女子です。ということで、南條劇団の女子が選ぶ、結婚したい人ランキング、したくない人ランキング、和み一新会編はこんな感じになりました。ね、名前の出た皆様方、本当に申し訳ございませんでした。ということで、今回は一旦これで終わるんですけども、推進改善でお送りしたいと思ってますので、ぜひお楽しみください。ありがとうございました。